はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は主将2発4発大勝ということで大宮対長崎の振り返りレビューですけどもね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、さあ長崎ね、久しぶりにこう気持ちがいい勝利だったんじゃなかろうかってところにはなってきます。まあ、最下位とはいえね、この間のゲーム仙台戦負けるまでは、調子良かったディフェンス面が安定していた大宮相手に4発大勝ということで、ちょっとねこの勢いというのは次に、まあ、しっかりつなげてほしい。まあ、次ダービーでございますんでね、本当ね天国と地獄をかけたダービーと言えるかもしれませんけど、さあまずはこの試合の振り返りの方やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますということで、こちら試合結果0対4で長崎が勝利ということでございましたね。本当ね後半戦はディフェンス面が安定していた大宮にはなってきますけども、まあこの試合4失点ということで、で長崎はだから 4-3-3 継続なんですけど、中村選手のポジショニングがちょっとユニークだったかなというところで、ちょっとしばらくねあれ長崎は 4-3-3 なのか、どういうシステムなんだという感じで見ておりました。だって中村選手がね一応右にいるっぽいけども、でもなんかトップ下っぽいし、なんか左にもいるしみたいな、ちょっとね結構自由に動いていたんで、あれ長崎のフォーメーション 4-3-3 でいいのかなとか思いながら見ておりましたけどもね、まあ本当トップ下のような自由度でしたよね。まあ、トップ下の選手があんだけね左右に動くというのはあるんですけども、ただやっぱ基本ポジションは右のウイングで良かったと思うんですよね。ということで、まあ、選手のポジショニングがちょっと面白かったなというのは感じましたけどもね。であとこの試合結構会話せざる選手がねゴール前に顔出すという場面が多かったですし、結構左でボール作ってる時は会話せざる選手はエリアの中でこう待つみたいなシーンもあったんで、ちょっとこの会話せざる選手のポジショニングというところも非常に面白かったですよね。こう引いて受けてという場面ももちろんあるんですけれども、ちょっとこうね左サイドので、マルコス選手、米田選手とか、マテウス選手が絡んでる時は、カイオスダル選手が、ね、エリアの中にいるみたいなシーンもあったんで、ちょっとカイオスダル選手のこのどういう、ま、監督からの、指示だったのか分かりませんけれども、まあ、大宮からしたらカイオスダル選手が、ね、エリアの中でとかエリア近辺にいるっちゅうちょっと嫌だったんじゃなかろうかというのを感じますよね。でそう長崎はそう、この試合だからグテル選手は先発メンバーをちょっとということで、まあ、どうしても、ね、J2 の場合外国人枠は4枠しかないんですよね。で外国人枠4枠なんで、まあ、このメンバーが揃うと誰かしらが、ね、ベンチ外になるというところなんで、串引選手と今津選手の2センターバックというところで、まあ、この、ねまあ、センターバックのところバウド選手がいて、ね、そして、新加入選手グティエル選手もいます。だから外国人選手6人なんですよね。まあ、試合に出られるのは4枠ということで、まあ、それに対して外国人が、6人いますんで、まあ、やっぱこういう風な形にはなるというところでしょう。ちょっとこの辺のマネージメントは相当難しそうですし、まあ、外国人センターバックとしてはバウド選手がいる中でグティエル選手を取っていますんで、ちょっとバウド選手のメンタル的なところも若干気にはなりますけどもね。ということで、まあ、今回は、ファンマ選手、マルコス選手、マテウス選手、カイオ選手の4枚が先発と、まあ、これ結果としてはまあ当たったんじゃなかろうかという感じもしますよね。で、先制点の場面は左に流れた中村選手のアシストというところで、中村選手がだからあそこにいるというところでね、で米田選手あそこ倒れなかったですね。一旦こう倒れかけたんですけど、ちょっとバランス崩したんですけど、まあ、最後決めきるということなんで、まあそこ米田選手の我慢が実った、得点だったんじゃないかで、なこれね米田選手大宮戦で結構点を、決めておりますよね。この人は実況解説の方も言われておりましたし、まあ、2点目決まった時はですけどね、大宮キラー誕生みたいなことを言われておりましたけども、確かに米田選手ね大宮戦、まあ、多分前回の試合でも得点を決めていたと思うんですけど、この試合も得点ということで、2点目は左からの崩しですね。あそこもだからあの前のシーンも良かったですね。あの増山選手ですね、増山選手が、ボール運んで運んで最後、ね、コーナーキック取って、でその流れの後の、まあ、得点シーンにはなってきますんで、まあ、少しこう時間を遡って見てみると、ね、増山選手のドリブル突破、あそこの運びから生まれた得点にもなってくるんじゃなかろうかというのは感じますよね。J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。で、まあ、だから米田選手のゴールは本当素晴らしかったですけどもね。で、その直後ですね、まあ、PK でファンマ選手の得点ということで、まあそこファール、まあ、ちょっとね、大宮の選手も結構抗議をしていましたし、まあ、実際 PK かどうかでいうと、まあ、あれを PK と取らない審判もいるから、まあ、10人中10人が PK というような場面ではなかったんで、まあ、大宮の選手から
してもですけどもね、まあ、ちょっとやっぱ抗議は入るんじゃなかろうか。ちょっと微妙っちゃ微妙なんで、ちょっと何とも言えませんね、あのシーンに関しては。まあ10人中5人とかそれぐらいの割合かな。なんかね、難しいとこにはなってきます。まあ10人中5人6人ぐらいかな、半分以上取るかな。でそしてまあ PK をファーマー選手が自ら決めるということなんでね、ファーマー選手ね、あそこのとこぶち抜くじゃないですけど、ね、本当、ゴールが突き破るんじゃないかっていう感じの強いシュートを放っていきましたけどもね。で結局だからね、正直町田がエリキ選手が負傷してしまったんで、多分エリキは今シーズンは、難しいんじゃなかろうかってところにはなってきます。まあ、ちょっとやっぱエリキ選手ね、得点ランキングではファンマ選手のライバルではいた中で負傷ということなので、まあ、このままいけばファンマ選手がね J2 得点王になるんじゃなかろうかというところ、まあ、逆にだからね、エリキ選手の怪我中は残念じゃ残念ではあるんですけども、しかしまあ得点王争いとかね、個人タイトル争いでとファンマ選手が、得点王を取る確率が相当高いんじゃないかというところで、最後またね、しかもここで松澤選手がまたアシスト決めたんですよね。いや本当ね、松澤選手調子いいですよ。松澤選手はちょっとね、このウィングのとこ、マルコス選手がいて、中村選手がいて、で他にもね、やっぱウィングが何人か、ビファレ長崎候補がいる中で、この、まあ、新人の松澤選手ですよね。この新人の松澤選手が本当しっかり得点を決めるということなんで、本当得点にアシストに最近調子がいい松澤選手にはなってきます。ちょっとこの選手来年ねスタメンで見たいですけどもね、正直ねスタメンで見たいんだけども、ちょっと外国人というところとね、やっぱウィングのところは中村選手もいるし、笠谷選手もいますんで、ちょっとね松田選手他のクラブであれば、本当ね J2 であれば、スタメン当確みたいなところにはなってくるかもしれませんけども、この試合も途中から出てきて、まあ、アシスト決めというところなんで、まあ、松田選手は途中から出てくるのも相手からしたら嫌でしょうし、でそこでしっかり結果残す松田選手もやっぱり素晴らしいですよね。こう限られた時間というか、短い時間で結果を残す、これなかなか難しいんですけどもね、本当長崎のスーパーサブとして現在活躍をしている松田選手には、なってきますんで、今後もね活躍は、期待していこうと思ってますけどもね。で やっぱりこう4点取ったんで、オフェンス面の活躍っていうのはもちろん評価されるっちゃされるんですけれども、ただやっぱ完封勝利を挙げたやっぱ旗野剛選手ですよね。まあセンターバックもみんな頑張りましたけれどもね、例えば旗野剛選手の好セーブとかもありました。ちょっとね途中怪我で、ね、大丈夫かっていうシーンもあったんですけれども、しかしまあこう旗野選手、まあ、好セーブも前半ありましたんで、やっぱこう旗野選手の頑張りがあってのこの試合の完封勝利はなかろうか。でやっぱ得失点差稼いだのはでかいですよね。やっぱ結局ね、最後この前は J2 混戦模様なんで、最後もしかしたらこう得失点差、まあ勝ち点だけじゃなくて、得失点差でねプレーオフが決まるかどうかみたいな可能性もある中で、この試合4点取って、得失点差を稼いだっていうのは結構でかいんじゃなかろうかという感じがしておりますんで、さあ、ここから勢いのことができるかどうか、次は九州ダービー、これから大分のゲームは見ようと思ってますけれども、さあ、ちょっと他のゲームの会場の結果あえてまだ見ていませんので、さあ、今節終えた時点で長崎が果たしてどこにいるかどうかちょっと注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、ということで今回になります。以上、サラブンテージルサッカーチャンネルのツッツンでしょうか。ったチャンネル登録します。さら喜ぶよ。